どうもアラヤンです。今週も現在 Nintendo Switch のストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 80% オフ、100円から1161円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に1月22日から2月4日の2週間の間にセール期間が終了する約400タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますのでご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアドベンチャーゲーム、サブノーティカビローゼロ。氷に囲まれた海の世界で現地調達した食材や資材を使って生き延びながら姉の身に何が起きたのかを調査するといったストーリー。未知の惑星での氷点下の海を舞台としたオープンワールドサバイバルアドベンチャーである本作は、美しい氷と水の世界や資源を集めて作成する装備や建築に夢中になるタイトルとなっていました。本作は当チャンネルで過去にご紹介したサブノーティカの続編なんですけど、前作とは違った面白さがあるタイトルでしたので共有させてください。海中を探索するための機材を少しずつ作りながら行動範囲を広げることで主人公の姉に起きた出来事を調査するサバイバルアドベンチャーとなっていて、海中の世界だけでなく雪と氷に覆われた地上もめちゃくちゃ美しく描かれていたので、前作同様目に入るものが全て新鮮でワクワクしました。姉の痕跡を追いかけるうちに入り組んだ海中洞窟の中や深海を探索することになって、そのために必要な装備や乗り物を作成するために設計図や材料を求めて海の中を冒険したんですが、新しい装備が完成するたびにワクワクして探索がやめられなくなったんですよね。クラフトできる機材や装備は初めは限られていたんですけど、沈没した宇宙船の残骸を調べて新しい装備の設計図を入手することでクラフトできるものが増えたので、作れるものが増えるに従って探索できる範囲がどんどん広がっていくのが楽しくて夢中になりました。海底や陸上に基地を建設して探索の拠点としたんですけど、この拠点を増築して拡大していく楽しみも本作の醍醐味でしたね。海の中には大型で凶暴な動物や異星人の遺跡なんかもあったので、広大なマップを隅々まで探索することに飽きさせない作りになっていました。前作との違いとしては食料や水分といった栄養源の補給と水中での酸素管理だけでなく、陸上マップが増えて陸に上がった際の体温管理も必要となっていて、そのための装備やアイテムも存在したので、行き先に応じたアイテム管理が必要な点やクラフトできる装備や建築も細かい点で異なっていて、中でも雪の上を走る乗り物スノーフォックスやトラックのように荷台を連結できる潜水艦など新しく登場した乗り物には目を見張るものがあって、前作プレイ済みでも新しい気持ちで楽しめました。前作サブノーティカやストランデッドディープなんかがお好きな方におすすめ。一部の素材や設計図の入手方法が分かりづらい面はあったものの、クリアまで23時間程度のボリュームで氷と海の世界が美しいタイトルでしたので、ぜひセール期間にサバイバルしてみてくださいね。本作は前作をプレイしていなくても十分楽しめる内容だったんですが、前作を遊んだ方がより楽しめます。そんな前作サブノーティカも1月24日までセール対象となっていましたので、そちらもチェックしてみてください。2本目はアクションアドベンチャーゲーム、トリガーウィッチ。魔法と銃のアカデミーの生徒コレットは卒業試験の日に遭遇した黒いマントの男を追跡する中で歴史を変える事件に巻き込まれていくといったストーリー。ゼルダライクな見下ろし型 2D アクションアドベンチャーにツインスティックシューターを融合させた本作は、魔女なのに魔法でなく銃をぶっ放して敵を蹴散らす見た目と違ったバトルシステムが爽快なタイトルとなっていました。ゼルダの伝説神々のトライフォースを思い起こさせるグラフィックに謎解きを行って先へ進むダンジョン構造と 2D ゼルダライクな要素はそのままに、剣やアイテムを全てごっそり銃に置き換えることでツインスティックシューター要素を融合したタイトルで、主人公の魔女コレットがマシンガンやグレネードランチャーを使って敵を粉砕するのがとにかく爽快でしたね。2D ドット調とはいえ可愛らしい敵たちが文字通り粉砕されるグラフィック満載だったので、グロテスク表現が苦手な方は注意が必要です。
ダンジョンの中での謎解きは銃の種類を切り替えてギミックを作動させることで行うようになっていて、 2D ゼルダのダンジョン謎解きが銃に特化したものになったと思っていただくと分かりやすいんじゃないでしょうか。お店では銃の強化を行うことができて、バイオハザード4のように武器ごとに威力やリロード速度なんかをアップグレードできたので、初期武器でも強化次第でどんどん強くなっていったのが爽快感に拍車をかけていましたね。グラフィックの雰囲気とは裏腹にシナリオはしっかり描かれていて、アカデミーの同胞たちの心情の変化だったり、コレットが外の世界に触れることでそれまで当たり前に信じていた世界観が変化していく様子には驚かされましたね。リトルデューやレベリーなんかがお好きな方におすすめ。操作に癖があって少し慣れが必要ではあったものの、クリアまで8時間程度のボリュームで、 2D ゼルダとツインスティックシューターのいいとこ取りなタイトルでしたので、ぜひセール期間にぶっ放してみてくださいね。3本目はアドベンチャーゲームタイタンチェイサー。荒廃した夜の世界を車で走り回って探索し、徘徊する巨大生物を追い払うといったストーリー。巨大生物が出現する世界で車に乗って深夜の街を探索し、巨大生物を追い払うアドベンチャーである本作は、独特の雰囲気が漂う世界観にのめり込むタイトルとなっていました。本作の特徴は何といっても出現した巨大生物と戦うんじゃなく追い払うという点にあって、車に搭載したスポットライトや荒野に残った人工物を生物の習性に合わせてうまく使うことで街の外に誘導するといった、お互い傷つけ合うことのないイメージと違った平和なゲームシステムだったんですよね。ゲーム内でも物語は多く語られませんでしたし、そもそも主人公がどうして巨大生物を追い払っていたのかすらよくわからなかったんですけど、環境音や霧がかったエフェクトも相まって、深夜の田舎道が醸し出す独特の雰囲気が漂っていて、まさに雰囲気芸の境地といった感じでした。目的地や方角が画面に表示される UI だったり、 GPS 搭載のマップみたいな便利機能なんかは本作には全く存在しなくて、車内のサンバイザーに挟まれたミッションを確認し、助手席に置いてある地図を見ながら道路標識とコンパスを見てどちらに向かうかを自分自身の感覚で決めたら、車のドアを閉めてエンジンをかけ、ハンドブレーキを解除して車を発進させるといったアナログ感満載の操作を毎回行うことになったんですけど、なぜかこれがめちゃくちゃハマったんですよね。土地勘のないマップで散々迷った上で巨大生物を発見した時はシンプルに嬉しくて、発見してからどうやって追い払うのかを試行錯誤する醍醐味もありました。ミストシリーズなんかがお好きな方におすすめ。グラフィックが荒かったりもっさりしていて洗練されていない動きではあったものの、クリアまで3時間程度のボリュームで世界観の雰囲気に浸れるコスパ良しのタイトルでしたので、ぜひセール期間に巨大生物とドライブしてみてくださいね。4本目はシミュレーションゲームグレイブヤードキーパープラスダウンロードコンテンツブレイキングデッド。家に帰る道で事故に遭い、気がつくと中世風の見知らぬ土地にいた主人公は墓守りとして働きながら元の世界に戻る方法を探し始めるといったストーリー。運ばれてくるご遺体を処理する仕事を行いながら元いた世界へ帰る方法を探すシミュレーションである本作は、牧場物語ライクなのにダークな世界観にのめり込むタイトルとなっていました。ご遺体を解体することで入手したアイテムを売ったり食べたりしながら適切に埋葬してあげることで教会で信仰心を集め、村の人々のお使いクエストをこなしながらシナリオを進めていくスタイルの極端に振り切ったダークな世界観が面白かったですね。木を切ったり石を削ったりして素材を収集し、畑で育てた農作物やご遺体の一部を売却して生計を立てながらシナリオの起点となるお使いクエストを進めていったんですけど、クエストを依頼してくるキャラクターたちは村に登場する曜日がそれぞれ決まっていたので、クエスト攻略に必要なアイテムを手に入れるために別の曜日で準備やクラフトを行って、目的のアイテムを手に入れたらその曜日が来るのを待って報告に行くといった流れになっていて、この作業が結構忙しくて夢中になりました。木を切るにしてもアイテムをクラフトするにしても全ての作業に体力を消耗したので、序盤はすぐに体力が底をついてしまって睡眠をとることで回復させたんですけど、そうこうしているとゲーム内での1週間はすぐに過ぎ去ってしまったので、気づけばクエスト関連のキャラクターが登場する曜日が過ぎていたなんてこともよくありましたね。今回ダウンロードコンテンツブレイキングデッドをご一緒にご紹介したのには理由があって、
このダウンロードコンテンツを導入することでご遺体からゾンビを作り出すことができるようになるからなんですよ。本作の醍醐味はまさにこのゾンビ作成にあって、作り出したゾンビに仕事を割り当てて素材を収集させたり、畑の面倒を見させたり、資源を加工させたりすることができて、時間がかかる素材関連のタスクを自動化することができたんですよね。自動でゾンビが素材を作ってくれている間にクエストを進めたりする自由な時間が増えて、一気にできることが広がったので、本作をプレイするにあたってブレイキングデッドはぜひご一緒に導入していただきたいダウンロードコンテンツでした。牧場物語なんかがお好きな方におすすめ。ゲーム開始の際のロード時間が遅かったり、クエストの曜日を逃すと1週間先まで待つ時間がかかったりしたものの、クリアまで50時間程度のボリュームでダークな墓守経営にハマるタイトルでしたので、ぜひセール期間にゾンビを作ってみてくださいね。5本目はアクション RPG ヘルポイント。オーサーという正体不明の人物に作られた生命体である主人公は、廃棄された宇宙ステーションイリド・ノボーで情報を集めるため探索を開始するといったストーリー。徘徊するモンスターを撃破しながら宇宙ステーション内部を探索するソウルライクアクションである本作は、不気味な雰囲気の世界観と立体的なマップの探索にハマるタイトルとなっていました。私はスイッチ版をプレイしたんですけど、エラー落ちがとにかく多くて、おすすめするかどうか結構迷ったんですけど、ゲームとしては面白かったので共有させてください。 Steam 版が1月26日までセール期間だったので、プレイ環境がある方はそちらをプレイした方がいいかもしれません。さて、本作は荒廃した宇宙ステーション内部を探索し、装備や素材を発見することで自身を強化しながらボスを撃破して探索範囲を広げていくスタイルのソウルライクな探索型アクションとなっていて、雑魚敵でも気を抜けばやられる歯ごたえのあるバトル難易度だけでなく、立体的なマップでアイテムを発見する探索の醍醐味も味わうことができました。グラフィックこそ少し荒めではあったものの、主人公を操作する感覚や敵との戦い方はかなりダークソウルに近いものがあったので、ソウルライクアクションがお好きな方なら楽しめるタイトルでしたね。近未来の建造物を舞台としたマップだったので、構造が立体的に入り組んでいて、マップ表示が存在しないことも相まってすぐに迷子になってしまうくらいの複雑さで、その反面アイテムや隠し通路を発見した時の喜びは大きいものがありました。敵を撃破することで入手した経験値を一定数集めて各種ステータスに割り振る形で自身を強化するシステムとなっていて、特定のステータスが必要レベル以上でないと性能を引き出すことができない武器や防具の存在だったりと、ダークソウルを意識した強化要素だったので、一度でも本家をプレイしたことがある方ならすんなり理解できる仕様でした。ドルメンやザ・サージ、ダークソウルシリーズなんかがお好きな方におすすめ。マップ切り替えや死亡時のエラー落ちが頻発した上、同じタイミングでのロード時間が長かったものの、クリアまで25時間程度のボリュームで硬派なソウルライクアクションでしたので、ぜひセール期間にイリド・ノボーを探索してみてくださいね。6本目はアクションゲームミスター・シフティ。強固なセキュリティに守られた悪の組織の施設に単身乗り込み、テレポートと拳で敵と罠を切り抜けるといったストーリー。レトロアーケードテイストの見下ろし型視点 2D アクションである本作は、テレポートを使ったハイスピードなバトルが楽しいタイトルとなっていました。見下ろし型視点のレトロなグラフィックとは裏腹に、テレポートを駆使して敵をなぎ倒しながら先へ進むスピーディーなステルスアクションで、短距離なら障害物を越えて瞬間移動できる特殊能力を使うことで敵の背後に回り込んだり、壁の向こうで相手の弾丸をやり過ごしながら大量に出現する敵たちを拳で殴り飛ばしていく爽快感あふれるバトルが魅力のタイトルでした。そこら中から弾が飛んでくるぐらい敵の数がとにかくめちゃくちゃ多かったのに対して、こちらは瞬間移動があるとはいえ一人で戦っている上、一度攻撃を受けたらやられる紙のような走行だったので、どうやって弾丸やトラップを回避するかを考えながら瞬間移動をしたんですけど、敵の位置関係から追い込まれそうな場所にトラップが仕掛けてあったりと、初見でのステージ突破が難しい程度の高い難易度設定で歯応えのあるアクションを楽しめましたね。短距離の瞬間移動を連続して繰り返すことで戦ったので、バトルのテンポはかなり速かった上に、敵の攻撃にも様々なパターンがあって、次の行動を考えて一瞬動きが止まったらやられてしまうようなスピード感だったので、難易度の高い 2D アクションを遊びたい方に刺さるんじゃないでしょうか。
ステージ間のストーリーでは個性的なキャラクターたちのユーモアあふれる会話があったり、簡単な謎解きのようなステージも存在したので、ラストまで飽きさせない作りも良かったポイントでした。ホットラインマイアミやコントラの見下ろし型ステージがお好きな方におすすめ。激しい動きをすると処理落ちすることがあったり、後半のバトルが運頼みな面があったものの、クリアまで5時間程度のボリュームでスピード感あふれるアクションが爽快でしたので、ぜひセール期間にテレポートしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は100円から1161円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。1月22日からの1週間はおすすめしたいタイトルが少なかったので、今回は特別に2週間分をまとめてピックアップしました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも、当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものがたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、1月22日からの2週間は8人の主人公を描いた机に不朽の名作 RPG の HD リマスター版ロマンシングサガ3や、若き日のシャーロック・ホームズがクトゥルフの陰謀に挑む推理アドベンチャーシャーロック・ホームズ・ジ・アウェイクンドなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。他にもおすすめタイトルがあればコメント欄で共有してくださいね。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。